こんにちは。ラーメンウォーカーチャンネル特命編集部員、千葉のラーメン YouTuber、マーミンです。今回はですね、埼玉県所沢市にあるラーメンウォーカーキッチンさんに来てみました。こちらラーメンウォーカーキッチンとは、日本全国の有名店主さんが入れ替わりで出店するライブハウス型のラーメン屋さんです。今回はですね、こちらで我らが千葉の昆麺山西店主が出店されているということで来てみました。それでは早速行ってきーマーミン。昆麺山西店主は日本全国のどんなラーメンも再現できてしまう天才で、ラーメン伝道師、魔術師とも呼ばれています。そんな山西店主が今回提供されるのは、高知県のご当地ラーメンとして知られる鍋焼きラーメン。千葉のお店では冬の限定名物として17年間も販売をされている大人気のメニューです。今回はそんな鍋焼きラーメンをご飯セットで注文してみました。いきますよ。はい、お願いします。蓋を開けた瞬間に湯気とともに広がる香りの良さ、熱々のグツグツ感が食欲をそそりまくります。あとこれ最後入れて食べたり、はい、一緒に食べたり、はい、はい、ありがとうございます。いただきマーミン。綺麗に透き通ったスープは岩手県産の親鶏をふんだんに使用されているとのこと。芳醇な香りの良さとコクの深みにびっくり。そしてすぐに旨味もぐいぐい押し寄せてきます。うまみです。めちゃくちゃ美味しい。美味しいよ。熱々ですね。麺は昆麺さんならではの自家製麺。鍋焼きでも伸びにくく、柔らかくなってからも美味しいように小麦を配合されているそうです。そんな技術があるなんて私は初めて知りました。さすが山西店主ですね。噛めば噛むほど広がる小麦の風味とスープの相性が抜群。トッピングの鶏肉には岩手県産さいさい鶏を使用されているそうです。ここで卵を崩していきます。とろっとろの黄身にプルプルの白身。これがもうたまらない美味しさで、うまうまうまみん。甘みのあるちくわもいいアクセントになっています。ちなみに山西店主は温泉が大好きだそうです。土鍋で提供されるラーメンは時間が経っても麺もスープも熱々。少し猫舌な私はお風を最後まで取っておきました。じゅわっと溢れる甘みがたまりません。残ったスープにご飯をダイブさせておじやを作っていきます。じゃじゃーん、こんな感じ。これもまたたまらなくうまみん。レンゲが止まらないほどの美味しさで、最後の一口までたっぷり堪能させていただきました。ごちそうさまーみん、うまーみんでした。ラーメンウォーカーキッチンでの鍋焼きラーメンの提供は2月20日まで。そして鍋焼きラーメンとは別に、2日ごとに3種類のご当地味噌ラーメンも販売されています。今回私は山形辛味噌ラーメンもいただいてみました。自分で辛味噌をたっぷり溶いて食べるもちもち中太麺、
程よいピリッと感でめちゃくちゃうまみん。ラーメン魔術師の作るご当地ラーメン、皆さんもぜひ堪能してみてください。はい、ごちそうさまでした。いやー、本当に本当にうまみんでした。山西店主の作るラーメンってもう絶対にめちゃくちゃうまみんなのがもう分かってて、言っても超えてくるくらい本当に美味しくて、鍋焼きラーメン、卵を溶いたらまたちょっとこう雰囲気が変わってくるところだったりとか、辛味噌ラーメンは本当にもう一口目からインパクトがすごすぎて、両方ともめっちゃくちゃめっちゃくちゃめっちゃくちゃうまみでした。はい、今日も最後までご覧いただいてありがとうございました。動画がいいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。はぁ、幸せ。Oh!